答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、子育て教育の阿部です。本日のテーマはですね、姿勢を良くする運動遊びというテーマでいきたいと思います。これはですね、保育士さん向けの勉強会とか研修をもう500回ぐらいはやったと思うんですけど、その中でいろんな相談が来るんですね。1番はお話が聞けない子にどうすればいいですか。2番目がこれなんです。給食食べるときにいつも傾いてるとか、足立ったまま食べちゃうとか。これを見てる方がね、親御さんだとしても、なんかうちの子座る姿勢とか、なんかいつも肘ついてるなとか、歩く姿勢気になるな、姿勢が気になるって方すごく多いと思うんです。なので今日はですね、ちょっとした遊びでお子さんの姿勢がですね、良くなって、でさらにはですね、姿勢が良くなるとどんなメリットがあるのか、いろんなこと言われてます。まずですね、実は姿勢が良くなると、正しい呼吸ができます。正しい呼吸ができることによって集中力、酸素がよく余計にいくんでね、これ僕が言ってるだけで科学的に認められてるんですよ。姿勢が良くなった、集中力が良くなったり、睡眠の質が改善されたりとか、このあたりも姿勢と実は関係してるって言われてます。あと太りやすさ、このあたりも実は姿勢と関係するってことを言われてるんですよね。あとはですね、気持ちもパワーポーズっていうのが昔、確かハーバードの教授さんだと思ったんですけど、言ってて、姿勢だけで実は気持ちが高ぶったりとかするんですよってことで、すごく姿勢って実は大事なんですよ。はい。今日はそんな動画になってますので、よろしくお願いいたします。この動画はですね、お父さん、お母さん、保育士、先生方向けに、作った子どもの才能開発であったりとか可能性を伸ばすためのものになっております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まずですね、じゃあメインのテーマは姿勢を良くする運動遊びってことなんですけど、これなぜ子どもたちが姿勢が悪いかってことなんですよね。なぜで、これは現場の先生方とか多分親御さんたちもよく言うのがこれです。体幹って言われます。体幹、腹筋背筋が足りないから姿勢保てないんじゃないですかね。でもですね、実は今日いきなりズバリと答えいくんですけど、本当はですね、体幹ではなくてこれがポイントなんです。ボディイメージ、身体地図とも専門用語で言われますけど、このボディイメージが高いかどうかが子どもの姿勢を決めていきます。どういうことかっていうと、自分の姿勢が傾いてるなーっていうのに気づける力ってことです。この姿勢を客観的に見て、自分がどういう姿勢してるのかなっていうのが分かるってことなんですね。モデルさん意識してほしいんですよ。モデルさんってなんで姿勢がいいかっていうと、常に取られてるから、自分の体を意識してるんです、たくさん。だからこれが正しく立ててるのかなとか、歩く姿勢綺麗なのかなって分かります。職業上ですね、人の猫背ってものすごい気になるんですね。でも猫背の人って自分が猫背になっていること気づきません。はい。だからこの自分の姿勢を意識できるってことが大事なんです。それがボディイメージっていうんですね。で、このボディイメージを高めていくと姿勢が良くなって集中力アップしたり、睡眠の質良くなったり、太りづらい体になっていくわけです。じゃあどうやったらボディイメージ高められるんですか？簡単な遊びがあります。一番簡単なのはこれです。片足バランスです。片足バランス。なぜ？片足バランスってやってたら、倒れそうになったら、あ、このままじゃ倒れるぞ。ちょっと姿勢を戻さなきゃ。この繰り返しが自分の姿勢を意識していくんです。つまりですね、どういうことかっていうと、片足バランスって言いましたけど、キーワードはですね、不安定さなんです。不安定さ。この不安定な状態をたくさん作ってあげることによって子どもの姿勢は劇的に良くなってきます。もちろんね、腹筋背筋でやってもいいんですけど、子どもたちやらないですよ。じゃあ例えばですよ、姿勢を良くするために不安定さを作っていくんであれば、こういうカップとかもね、安く売ってるんですけど、こういうものを頭に乗せて落とさないように歩いてみようよとか、もしあれば平均台とかもいいんですよ。縄の上歩かしてもいいんです。まあでもご家庭だとなかなかこういうものないんでね、何か物を頭の上に乗せても面白いと思うんですけど、そういう形で不安定さを作って、体を意識させて、ボディイメージを高めていくと姿勢が
その場ですぐ良くなるもんじゃありません。でも子育てに魔法はないですし、劇薬は体に逆に悪くなりますよね。でも遠回りのように見えて、これが子供たちの姿勢を良くして、でその結果子供たちの集中力とかパフォーマンスアップしていくので、ぜひぜひ試してみてください。本日の動画でした。ありがとうございました。